ジャック・アントワー・ヌギ・ギベールジャック・アントワー・ヌギ・ギベールは、フランスの貴族であり、軍事学者。フリードリヒダヨー、ピュイ・セギュールやモーリス・ド・サックスなどの軍事思想の影響を受けており、またハインリヒ・フォン・ビューロー、ナポレオン・ボナパルトなどに影響を与えた。軍事学の方法論、軍事組織、火力と軌道、補給方法などについて、研究業績を残している。 父親が軍人である家庭に生まれ、ギベール本人も幼少期から入隊していた。1768年にコルシカの戦いに参加して昇進を重ねるとともに、当時のフランスの社交界にも出入りして文学作品を発表してもいる。1770年に戦術一般論を出版したが、この著作はギベールの軍事学の研究業績として広く認められ、 特に啓蒙主義的な言論人たちに好意的に受け入れられた。それからギベールは社交界を通じて啓蒙主義の哲学者たちと交流を持ちながら研究を続け、1779年には近代戦争体系用語論を発表して前作で発表した軍事思想を修正した。 1785年にギベールはそれまでの業績と社交界での交流を通じてフランス王立科学会の会員として選抜された。1789年に彼は三部会の代表を選抜するための地方議会の議員として選ばれたが、1790年に反動勢力によってフランス革命から粛清された後に死去した。ギベールは 啓蒙主義の時代に生まれ、フォラールやピュイセギュール、サックスの研究を調べながら、独自の軍事思想を形成していった。ギベールにとって、重要だった論点に戦争学の方法論、軍事組織、そして火力と軌道の関係、それに伴う補給の問題などがある。ギベールは戦争学の方法論として、科学的方法を適用することを構想していた。ギベールによれば、 戦争には規則や原理によって支配された機械的要素と不確定的な要素に区別することが可能であり、前者については科学によって解明することが可能であると考えていた。同時に彼は伝統的な戦争についての研究には方法論で重大な欠陥があったことを指摘しており、普遍的な戦争の原理を明らかにする戦争科学の確立を提唱している。 またギベールは軍事組織について市民軍の創設を主張していた。この主題は当時のサロンでよく論じられていた主題であり、ギベールは階級的な区分に縛られていない国民全体から組織された軍隊の創設こそが正教な軍隊をもたらすと考えていた。彼は国民性の観念を軍事組織の分析に反映させながらこの見解を補強している。 しかし実際には、市民軍のような軍隊は、革命が起こらない限りは、不可能であると思われたために、プロイセン軍が行ったような厳格な軍事訓練を、行うことを論じるに止まっている。さらにギベールは火力に対して、機動の重要性を主張する立場にあり、軍隊の主体は、騎兵や砲兵よりも不評であるべきであると考えていた。騎兵は、 吸収や追撃で有効であるが、不評部隊の支援が不可欠であることから主体では、あり得ず、砲兵という戦力はギベールが期待する、機動力から考えれば鈍重すぎる戦力であった。そして、不評部隊は、渋滞で迅速に起動することを提案し、また補給の方法として、倉庫方式ではなく現地調達が望ましいと、考えていた。ありがとうございます。